お盆休みをフルサーなどで過ごす人たちの帰省ラッシュが始まり、名古屋駅の新幹線ホームも混雑しています。JR 名古屋駅の新幹線ホームは大きな荷物を持った家族連れらで今朝から混雑しています。大阪の方へおばあちゃんにいます。思った以上に混んでいるので、ちょっとあのここで疲れないようにしたいと思ってますが。 もうちょっと朝早く出てくればよかったなと思いますね JR 東海によりますと名古屋駅を午前6時20分に出発した博多行きののぞみ95号で自由席の乗車率が200%に達しました博多方面に向かう下りののぞみ号では明日の午前中も指定席がほぼ満席となっています U ターンラッシュのピークは今月15日の予想です 高速道路でも各地で渋滞が発生しています現在ご覧いただいているのは名神高速岐阜橋間インターチェンジ付近の映像です名神高速下りでは市宮インターチェンジから大垣インターチェンジの間でおよそ17キロと各地ご覧の区間で渋滞していますまた中日本高速道路によりますとお盆期間中10キロ以上の長い渋滞が予想される日は下りが今日明日で上りが14日です